共産党、労働者党国際会議は、共産主義を掲げる政党の国際政党組織である。1998年に、ギリシャ共産党が、各国の共産党、労働者党を招集したことで創設。共産主義を掲げる、共産党や労働者党などの政党が参加しており、参加政党は、民主主義国家の与野党から、中国共産党やキューバ共産党のような一党。 独裁制の指導政党まで、プロレタリア独裁を掲げる政党から、ユーロコミュニズムなど議会制民主主義を肯定する政党まで多岐にわたる。会議に参加する共産主義政党は、作業部会を構成する。2018年5月現在の作業部会のメンバーは、中国共産党、朝鮮労働党、ベトナム共産党、キューバ共産党という一党独裁体制を敷く4つの、 巨大共産主義政党のほか、イラン大衆党、インド共産党と、インド共産党、マルクス主義派、ウクライナ共産党、カザフスタン社会主義レジスタンス、労働人民進歩党、ギリシャ共産党、シリア共産党、スペイン共産党と、スペイン人民共産党、ボヘミアモラビア共産党、パキスタン共産党、パレスチナ人民党、ハンガリー労働党、ブラジル共産党、 ベネズエラ共産党、ポルトガル共産党、南アフリカ共産党、メキシコ共産党、レバノン共産党、ロシア連邦共産党と、ソ連共産党のロシア共産主義労働者等である。会議は毎年開催される。2009年9月にダマスカスで開いた会議、パレスチナ人民及びその他中東人民の英雄的闘争への連帯などのように、 臨時会議を開催することもある。2009年12月に参加する共産主義政党は英語とスペイン語でインターナショナルコミュニストレビューを発刊すること、またウェブサイトを持つことで合意した。ありがとうございます。